皆さん、こんにちは。今回は演歌歌手の森まさこさんをご紹介します。森まさこさんといえば、数々のヒット曲があり有名な方ですね。有名な方だけに、いろんな噂を耳にする機会も多いですよね。その中でも特に気になる話題をご紹介します。デビュー曲、先生をはじめ、お母さん、悲しみ本線日本海、越冬ツバメなど、日本の歌謡史に残る名曲の数々を世に送り出してきた歌手の森まさこさんの名を知らない人はいないのではないでしょうか。森さんは86年、結婚を機に惜しまれながら引退しました。それから20年間、3人の男の子を持つ母として主婦業に専念していましたが、06年、芸能界に再デビューを果たしました。復帰後もテレビに引っ張りだこで、バラエティ番組、歌番組などに毎日のように出演しました。その傍ら、全国各地のステージにも立ち、ファンの喝采を受けました。さらに同年には女優業の方も再開し、 NHK の朝の連続テレビ小説で主人公の母親役を演じて話題になりました。まさに順風満帆の芸能界復帰でしたが、それとは裏腹に健康面では赤信号が点滅するようになっていました。更年期障害によって心や体に次々と異変が生じるようになったのです。更年期障害は人によって症状や程度は千差万別なのですが、森さんの場合はかなりの重症で、慢性的な疲労感に始まって脱力感、不眠、食欲不振、嘔吐、めまいなど様々な症状が出たそうです。特に辛かったのはうつでした。体がものすごく疲れるようになったので、たっぷり寝て疲れを取ろうと思っても眠れなくて朝になってしまうことが続きました。食欲もなくなって、無理に食べると吐いてしまうんです。精神的にも引きこもりみたいになって、家にいる時は誰にも会いたくないし何もしたくないんです。子供がただいまって帰ってきても、お帰りなさいということさえできず、カーテンを閉め切って部屋の隅で座り込んでいたこともありました。それでも仕事で一歩外に出たら、自分は森まさこだっていう意識が先に立つので、普通に挨拶できるし、ステージでもお客さんに悟られないように笑顔で最後までやり通してしまうんです。そのギャップがものすごく大きかったですね。森さんが知り合いの内科医を訪ねて診察を受けたところ、更年期障害ではないかと言われたそうです。しかし、なんとか仕事はこなすことができたので、森さんは体の不調に苦しみながらも仕事に穴を開けることはありませんでした。この辛い状況は誰にも言えないまま2年以上続いたそうです。森さんは75歳を過ぎたお母さんと同居していましたが、お母さんの心臓が悪く血圧も高いことや心配性であることを考えると、話すわけにはいかなかったそうです。人に言えないとストレスの吐け口がないため、精神的にどんどん不安定になっていきます。そのため感情の起伏が激しく、日が沈むと突然涙が出てきたり、夜空の月に吸い寄せられるようにマンションのベランダから身を投げそうになったりしたこともあったといいます。2019年12月のコンサートをもって歌手を引退した森まさこさん、ファンとの交際をめぐってトラブルになっていたことが、2021年7月21日発売の週刊文春で報じられました。5ページにも及ぶ記事によると、2018年頃から森さんの歌に魅了され、足しげくコンサートに通っていたファンの A さんが、出待ちをしていたところ、森さんの方から声をかけて、いつしか A さんは、無報酬でコンサートの物販を手伝うようになったといいます。その後、森さんの方が、A さんにプレゼントを渡したり、大好きだよとメールをするなど、2人は親密になっていきますが、2019年12月の引退が近づくと、森さんはナーバスになっていったのか、2人の関係は一転。その時期から森さんからの連絡は減り、関係を継続するのは難しいという旨のメッセージも届くようになったといいます。一方、 A さんは関係の継続を望み、森さんは2人で話し合いたいという A さんの希望に応じて、都内のホテルなどで話し合いをすることになったそうです。そこで2人は大人の関係になったというのですから驚きです。ただそれについて森さんサイドは、
週刊文春の取材に対して否定しています。そうしたことがありながらも、引退後森さんの個人事務所は A さんによるストーカー被害を警察に相談しました。 A さんは森さんと接触しないという約束を交わすことになったといいます。 A さんにしてみれば衝撃の展開だったでしょうね。そんな中、別の驚くような展開があったんです。週刊文春発売の前日、7月20日夕方に記事の一部が文春オンラインに掲載されたところ、同日夜10時過ぎに A さんの関係者とみられる人物がツイッターでコメントを寄せたのです。警察沙汰になってしまった。 A さんの知人とみられる人物 B さんは7月20日夜、ツイッターにストーカー扱いされているのは男性ではありません。彼女が初めて森まさこさんのコンサートに行った時から話を聞いています。文春さん女性と書いてくれないと、と綴ったのです。さらに週刊文春には A さんは結婚相手と死別して一人で子供を育ててきたとありますが、これについても A さんの知人とみられる B さんは、日付が変わった21日の1時20分に A さんは妻と死別していません、 A さんは若い時に夫と死別しています、その後一人で子供たちを育て上げ自分のためにお金使っていいよねと、初めて森さんのコンサートに訪れます。歌に号泣し、ステージから帽子が膝の上に、それから何十枚ものチケット購入し、毎回感動で号泣と書き込んだのです。それを受けて改めて記事を読んでみると、 A さんが女性のようにも思えてきます。記事には森さんと A さんが大人の関係を交わす描写もあるのですが、そこでの表現も引っかかるといえば引っかかります。それに記事には男女の仲という言葉や彼という代名詞が一度も出てくることはなく、すべて A さんという主語でした。この記事を読んだ読者からも A さんが女性なのではないかという声が多数上がっていました。ネットには A さんの性別はなんかよくわからない記事だけど、 A さんが女性なら話の辻褄が合う気がする、相手が女性なら全部腑に落ちる、気にかかるファンだったから声をかけたのは神対応でしょうといった声が上がっていました。引退後の森まさこさんに降って湧いたスキャンダル、続いて森さんの病気についてお話しします。女優としても活躍されている歌手の森まさこさん、離婚後の芸能界復帰でしたが、仕事の方も順調に全てがうまくいっているかのようでした。そんな中、彼女を襲ったのが前述したうつ症状のひどい更年期障害でした。それから約2年が経過した時、自宅で子宮から洗面器いっぱいになるほどの大量出血を起こします。貧血で立っていられなくなるほどだったそうです。病院での診断は子宮筋腫、大小さまざまな筋腫が50個ほどできていることが発覚します。少数の筋腫であれば閉経とともに消えてなくなるのですが、森さんのケースは再発しやすいタイプなため、医師からは子宮の全摘を勧められていました。しかし森さんは全摘治療を避け、2009年に子宮を温存するレーザー治療で筋腫を除去する手術を受けられています。この手術で子宮頸がんが発覚します。早期の段階で転移もなく、子宮筋腫の手術と同時に子宮頸がんも切除することができましたが、本人は相当ショックだったといいます。術後1ヶ月の検診で小さなシャボン玉のような細かい筋腫が子宮の内側の壁にくっついていると告げられ、愕然とする森まさこさん、その後何度レーザーで焼いても新しくできるためホルモン療法で様子を見ることになるのですが、副作用に悩まされました。そして2009年に卵巣を残す形で子宮全摘手術を決断します。この手術の10日後に記者会見を開き、元気な姿を見せられています。しかし2020年、今度は膀胱がんが発覚します。血尿により発覚したそうですが、1ヶ月ほど前から尿が出にくいことや腰回りの張りなどの違和感は感じていたといいます。筋層非浸潤性膀胱がんと診断された森まさこさんは、膀胱の中に細胞障害性抗がん薬や BCG 注入を行う膀胱内注入療法を行いましたが、子宮筋腫の時と同様に全く効果は得られませんでした。2021年3月、ついに膀胱全摘出手術に踏み切りました。膀胱を摘出した場合、
尿を体外に排出する経路を作るために尿路変更術が行われます。妊孕性温存治療が子宮を全摘した森雅子さんには全く必要がないので薬物療法も取り入れたそうです。かなり辛い闘病生活を送っているようですが、このことを息子のヒロさんやタカさんには伝えなかったと言います。突然息子たちに告げないまま入院生活に入ったことで失踪したとまで言われてしまいました。しかし森雅子さんは一人で病と戦っていたわけではありません。森雅子さんの闘病を献身的に看病したのはなんと元夫の森進一さんでした。森進一さんは尿路変更術が行われるまでの人工膀胱を装着している森雅子さんを徹底的にサポートしている様子が目撃されています。その様子は紛れもない夫婦だったそうで、週刊誌には再婚と書かれたこともありました。再婚や復縁をしたわけではないようですが、関係は良好で老後はお互いに助け合うと決めていたようです。現在は経過観察の段階で病院に訪れるのも週に1回とのことです。それでも高齢のがんの再発転移率はかなり高いため慎重に治療に取り組んでいるようです。これからの活躍も楽しみですね。最後までご視聴いただきありがとうございます。コメントを残してくれると嬉しいです。よろしければチャンネル登録、高評価の方もよろしくお願いします。それではまた。